回ですね、メインチャンネルでもそうですし、サブチャンネルでもそうなんですけど、結構僕はですね、大学入学共通テストのテーマを動画にしてあげてます。多分ですね、日本の教育系 YouTube、日本のっていうか、まあ当然日本の話なんで日本なんだけど、教育系 YouTuber の中で、多分一番扱ってるんじゃないかなというふうに思いますね。で、大学入学共通テストは、まあ、結構その記述式の採点とかが難しかったりとか、あとは、まあ、そもそもこう、大学入試において記述式って結構難しいんですね。出題する側も採点する側も。なので、そういうミスとかが起こらないようにすべきだよね、とかっていうことを、まあ、動画にさせていただいておりまして、で、そのね、結構コメント欄は、まあ、ほぼね、9割以上、賛成の方が多かったです。まあ、僕もざっと数えてるだけなんで、厳密な統計ではないんだけど、まあ、意見とかを見てると、やっぱり9割方の方は、まあ、そうだよね、と。こう、大学入学共通テストで、いちいち、こう、記述式を無理やり導入する意味って、あんまりないよね、っていうふうに、まあ、結構言う方が多かったです。が、一部のですね、方が結構、強い意見を持ってらっしゃって、マーク式の方が不平等だろっていう、まあ、ご意見もありました。で、まあ、もちろんね、その考え方は自由だと思うんですが、じゃあ実際僕がどう思うかっていうことを、まあ、ちゃんとね、動画にしてなかったんで、今度サブチャンネルで動画にしようと思うんですが、まあ、そのね、まあ、前出しみたいな感じで、今日お話をしたいと思っているんですけれども、やはりですね、こう、マーク試験っていうのは、僕はですよ、結構平等だなっていうふうに思ってます。はい。まあね、皆が納得する形で導入するっていうのは結構難しいことで、やっぱりその、何かが変わる、そして変わらないってものを選べるんだったら、多くの人はやっぱ変わらない方を選ぶわけです。それはやっぱりこう、変わらない方が、なんかこう、安心ですから、なんかそういう部分がですね、まああるんですよ。で、それは多分、大学受験に限らず、どんなことでもそうですね。仕事でも、まあ、勉強でも、変わるよりは変わらない方が楽ですから、変わらないように、まあ、したいっていう、こう、なんていうんですかね、こう、保守的な考え方になっちゃうのは、まあ、仕方ないと思うんです。ただ、まあ、今までの試験が悪くて、それを良くしていくのであれば、変化をね、まあね、享受するというか、受け入れていくべきだとは思うんだけども、まあ、どうなんだろうなって話なんですよね。その結局、マーク式か、なんか、要は正当な学力を測れていないっていう、そういうベースの考え方が、このね、大学入学共通テストにしたい人、要は変えたい人の根底にあるはずなんですよ。要は問題の種類が悪いんだったら、それは変えればいいじゃない。例えば、英語に関しても、まあ、大学入学共通テストにおける、その民間試験じゃない方の試験だと、リーディングとリスニングが100点ずつになって、要はまあ、簡単に言えばリスニングの比重がガッて上がるわけですよね。今までは250点満点、200点と50点の50点分だったものが、半分になるということですから、リスニングの重要度がバーンって上がるわけですよ。で、まあ、それはね、僕はいいと思います。はい。今までやっぱり、こう、まあ、読むっていうことにね、大学受験重視されてましたから、まあ、リスニングの問題を増やそうみたいな、まあ、ちょっと急に増やしすぎかなとは思うけども、まあ、増やしていくのはいいと思う。リスニングとかね。ただ、例えば、記述をさせないと、点数が測れないっていうのは、それはどうなのかなと個人的には思いますね。まあ、いつかまた戻るんだろうっていうコメントも今いただきましたけれども、例えば、まあ、センター試験の数学、ね、数学も一応記述式ということになっておりますが、これって僕不平等だと思ってないんですよ。マーク式って適当にやったら当たってしまう可能性があるから不平等だって言うんですけど、でもそれはさ、その問題の出し方によっていくらでも、その何て言うのかな、解決ができますよね。それこそ今の数学の問題って、例えば、あ、い、う、えで分数みたいになってて、言ってる意味はわかりますか？あが上、あといが分子で、こう、なんだろう、分数の真ん中の線があって、あ、い、う、えがね、うとえがその下のね、分数で、例えば、だから、マイナス、1みたいな。で、下に1と2が入って、マイナス12分の1みたいな、なるわけですよ。で、これをね、運だけで当てることができるのかって言ったら、これ相当難しいわけですよ。ただ、もちろん、例えば、2桁と2桁だから、例えば12分の6、マイナス6はないよね、とかさ、例えば、14分のマイナス7はないよね、みたいな。もちろん、そういうのは、想像、できちゃいますけれども、
今、ブルーベリーさん書いてくれたように、あプラス、い分のルートうみたいなね。だから、そういうふうにしてるから、そんなにですね、適当にやって当たるってことは、あんまりないんですよ。で、もちろん、逆算してね、例えば、あといだけの分数分の分数とかだったら、まあもうほとんど例えば2分の1とか、3分の1、3分の2とかね、4分のが入るんだったらもう1か3とかね、あと例えば5が来るんだったら5分の1か5分の2か5分の3か5分の4とか、まあもちろんその絞れちゃうって言えば絞れちゃうんですよ。だけど、それを逆算して絞れているものから、答えに当てはめようとすると、ちゃんとですね、時間がめちゃめちゃかかるようになってるんですね。だからそれをやって、もしかしたら大問の最初の方は正解できるかもしれないけれども、それやっちゃうと、時間的に大問の最後の方は、まあどうやったって間に合わないというような仕組みになってます。なので、数学に関してもね、マーク式でそこまで不平等が起きるってことはないと思うんですよ。どっちかというと僕が問題だなって思うのは、英語とか国語、あとまあ社会理科ですね。4択の問題ありますよね。で、例えば、まあすごく低い可能性ですけれども、まあ例えばマークするものが40個あって、で、全部4択だとするでしょう。そうすると一応0.25の40乗での分の1の確率で、まあ満点はまあ取れるっちゃ取れるんですよ。ただ、そもそもマイナス、ごめんなさい、0.25、まあ要は4分の1の40乗ですね。つまり4の40乗分の1なんですけれども、これで満点取れる確率ってめちゃくちゃ低いんですよ。で、ましてや、例えば、国語だったら5択の問題をちゃんと入れてきたりとか、そもそも受験生って50万人ぐらいなので、その人たちが全員受けて、まあ、たまたま満点取れちゃう人って、まあ、ほとんど出ない計算なんですよ。だから、そこの不平等かどうかっていうことって、まあ、正直統計的に見れば無視できる範囲。正直ですね。で、それこそセンターだけで受験勉強が決まっちゃうっていう部分もあるんですね。例えばセンター利用とかって次第でもあるんですけど、ただセンター利用でも多くの場合3科目は必要なんですよ。まあちょっと例外ももちろん一部の大学であるけど、ほぼ3科目必要。そうすると例えば英語と、例えば国語と、まあ社会とか数学とかやるでしょ？で、これを、運だけで乗り切れる人って、一応計算すると50万人いても、まあほぼいないはずなんですよ。運だけで乗り切れる人って。やっぱりだからそういうふうな意味で言うと、まあちゃんと勉強もしないと、まあ受からない仕組みにはなってるんじゃないかなと個人的には思ってます。なので、まあ、今のマーク式の問題がね、不平等っていうことはね、まあないと僕は思ってますね。ただ、工夫のしがいはあるなとは思ってます。例えば、今の国語の問題とかも、例えばその選択肢がまあ4個とか5個あって、そこから選ぶっていう感じじゃないですか。だけど、例えばもうちょっと工夫をして、例えば問1だったら、例えばまあ問1がまあ内容問題ってことはあんまない漢字とかなんだけど、まあ、ただ問3とかでね、問3で問題がバーってあった時に、例えば、これこれに当たるものは何でしょうって言った時に、大体こう、選択肢って要素が4つとか、まあ、4つはあんまないかな。3つとか2つあるんですよ。例えば、〇〇くんが〇〇な気持ちで〇〇をしたみたいな、その2つとか3つぐらいの要素があって、それで例えば、例えば選択肢、あと、いがまず絞れて、次にじゃあ、うとえの中で、じゃあこっちが正解だみたいなね。それ消去法で選べるように、例えば現代文とかは、まあ、漢文も古文もですけど、なってます。っていう時に、今のものだと、一応4分の1は5分の1で当たるでしょう。だからもうちょっと工夫をして、例えば、要素の1個目で選択肢を4つ用意して、要素の2つ目でまた選択肢を4つ用意する。で、例えば、4×4 で、まあ、16分の1しか運では当たらないようにする。みたいなことっていうのは、問題のレベルを上げなくてもできるはずなんですよ。だから要は、もっとよりトンチンカンな選択肢をそれぞれ入れればいいわけでしょ。そうすれば、ある程度ちゃんと読めてる人だったら、そのちゃんと16分の1を当てられるとか、まあ場合によっては25分の1を当てることができるっていうことも、まんざら不可能じゃないわけですよ。だから、全部の問題をそれやっちゃうと、その受験生が読解というか、読む量が増えすぎちゃって、その処理スピードがより求められちゃって大変になるっていうのは、もちろん反論としては想定できるので、大問1個、例えば現代文の四角1だったら、それをまあ2個ぐらい盛り込んでおくとかね。漢文だったら1問入れておくとか、そういう対応すれば、よりまぐれあたりみたいなのって、より排除できるはずなんですよ。だからそういう
たこ焼きさんのように国家試験みたいな感じ。だからまさに国家試験なんて、その不平等がなるべくないように作ってるから、そのトンチンカンな選択肢を結構入れて、ある程度ちゃんと分かってる人しか正解にたどり着けない。だから正答率はそんなに低くないんだけれども、まあもちろん一部低い問題もあるけど、正答率はそんなに低くないんだけど、勉強してないともうパッパラパ、何やってるのかわからんっていうような問題になる。っていう話に、持っていくことはよりできるんですよ。ただ、なんでじゃあ今そうしてないのかっていうと、まあこれあくまで僕の予想ですけど、別にそれをやらなくても、そのさっき言ったように4分の1の40乗で、満点取るような人なんてほとんどいないんですよ。計算してみてください、皆さんね。ほとんどいないので、まあ別にこれでもいいだろうっていうのが、まあ基本的な、まあ考え方だと僕は思いますし、別にそれでもいいんじゃないかなとは思ってます。ただ、確かにそのセンター試験の中でも一部の問題は、もうちょっと変えるべきだなって思う部分はあります。例えば、現代文の、まあ、小説の問題とかですね、まあ、年によってかなりその読み取るべきものが変化したりとか、あとはまあちょっとね、それって悪問じゃないみたいな問題も一部あるんですね。確かにそれ、ね、それは事実です。それはもう僕も認める。だからそういう問題をもう少し、まあ、なんていうかな、受験生が勉強しやすい、つまり勉強した人がよりこう点数が取れるような問題に変えていくべきなんじゃないのとは思います。それこそね、僕がね、思うのは、まあこれ意見を言ってもしょうがないんだけど、例えばさ、現代文だったら、僕ね、読解問題は1個でいいと思ってます。はっきり言って。だからそれよりは、読解問題を1個ドンって出して、もう1個はね、国語の基本的な知識を問う問題でね、いいと思ってる。だから本当に漢字の問題とか、漢字1問1点でさ、今みたいに、例えばこのカタカナを漢字にしたときに、同じ漢字を使っている熟語はどれでしょうみたいなね。そういう問題を、まあ、10個出して10点分でも僕ね、全然いいと思うんだよね。だ漢字の問題でもいいと思うし、あとはまあ、慣用句とかもちょっと出してもいいかもしれないね。その普段僕らが生活で使うようなものとか、あとは高校の指導要領で出てくる、教科書とかに出てくるものたくさんありますから、そういうものからまあ、ちょっとですね、まあ、2点分、3点分出してもいいと思うし、あとは、例えば作文能力が大事だっていうんだったら、例えばこう、文章をつなげて、作文として、まあ、論理的に正しくなるような作文を作らせる。これって選択肢でもできますから、そういう問題を出してもいい。だからまあ、なんていうのかな、数学でいうところの小問集合みたいな、それをね、僕大問1個にしてもいいんじゃないかなと思いますよね。まあちょっとそれをやるとね、なんか文学史とかをさ、すごいこう問題に入れてきそうなんだけど、まあ文学史は大学受験では問わなくていいかなと個人的には思うけれども、でも、国語のね、要は日本語ってことですから、日本語を、使う人間において、必要な知識な漢字でもいいしね、まあ、何でもいいんだけど、慣用句でもさっき言ったようにその作文能力ね、それこそ日本語の正序作文とかやらせりゃいいんですよ。だそういう問題で、今の小説のところを例えば50点中、まあ、30点とか、それぐらいをもう小問にしちゃって、現代文を1個ね、まあ、長めの文章、今と同じか、それちょっと長いぐらいの文章で、例えば50点分じゃなくて70点分にするとかっていうのも、僕はね、いいんじゃないかなっていうふうには思ってます。なので、そういうなんか、まあ、センター試験そのものにも改善策というか、改善できることってたくさんあると思うんだけど、ただ、なんかわざわざ記述にする意味ってはどこまであるのかなとは思いますね。カンタロウさん、こんばんは。二次で大学が記述を出す、その採点を適正に行うために、量を絞るために、客観的かつ迅速に採用できるマークは合理的。50万人が受けるテストで、記述は公平性の観点から不可能と。そうですね。まあ、全く僕と同じ意見ですね。今でもまあ、ね、私立でも、国立でも、記述にしたい大学はね、記述を出してますから、まあ、別にそれでいいんじゃないのとは 個人的には思うわけですね。で、かつ、まあ、50万人ね、全員が、使うわけじゃないけど、でも、その中の多くの人が、例えば現代文、ないしは、数学を使うわけで、もちろん両方使う人もたくさんいるわけで、それをですね、やっぱりこう厳密に採点をするってすごい難しいかなと思いますね。で、一応大学入学共通テストの、現代文の採点方針がこの前公開されまして、来週かな、それぐらいにですね、うちのメインチャンネルで、説明をさせていただく動画を、もう撮影をしておりますので、出す予定なんですけれども、まあ、やっぱりですね、彼らも1点刻みの点数にはできてないんですよ。あくまで A 評価、B 評価、C 評価みたいなのを、なんかこう、マトリクスを使って導出するということにとどまっていて、やっぱり厳密に何点っていうのは出せてないです。
正直。だから、やっぱそれをやるんだったら、やっぱセンターの意味ないじゃんっていう話なんですよね。そうすると、A 評価とか B 評価って言われても、それを点数に換算できないから、大学側も困るわけですよ。じゃあうちは A 評価を何点に換算しようかなとか、B 評価だったら何点にしようかな。だからそれだと単純に現代文の点数が、ね、200点だったのかな、下がるだけになっちゃう。現代文って国語ですね。下がるだけになっちゃうんで。まあ正直、どこまで意味があるのかなみたいなのは。わかんないですね。今の試験でもいいような気はしますけどね。だから、より平等性を高めるのであれば、例えば2回実施するとかはあると思うんです。例えば、今1月に行われてますけど、一度ね、まあ、9月とか10月ぐらいに行うっていうのもありだと思うんですね。だから10月に受けて、もう1回1月に受けて、例えば何かね、こうトラブルがある人が、それが避けられるようにするとか。まあ、ただ、2回行うっていうのは、多分、日本的には無理。文科省的には NG だと思います。なんでかっていうと、学習指導要領は、一応高校3年生でぴったり終わるってことに形式上なってるんで、それを否定するような、早く受験させるような仕組みというのは、まあ、日本人は、まあ、作りたがらないな、というふうには思いますね。まあ、アメリカとかはね、そういうふうに何度か受けられたりとかするんだけれどもね。